こんにちは、リセロインテリアの浜田です。今回はソファーで快適に寝転ぶために押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。ソファーには本来の座る目的以外にもダラダラ寝転んでくつろぐのも醍醐味ですよね。ただ寝心地を重視してソファーを選ばれるという場合はいくつか注意すべきポイントがあります。そのポイントとは、1つ目、座面の奥行き、2つ目、肘掛け、3つ目、座面の硬さです。ソファーに寝転がってテレビを見たり昼寝をするのに憧れているという方はぜひチェックしてみてください。快適に寝転ぶためのポイント、1つ目は座面の奥行きが50センチ以上のソファーを選ぶことです。なぜ奥行き50センチ以上かというと、肩幅より広いスペースが必要だからです。日本人の平均的な肩幅は身長により前後しますが、女性だと38センチから42センチ、男性だと45センチから50センチあります。ソファーに仰向けに寝転ぶ際、この肩幅より一回り大きいスペースがあると窮屈に感じず快適に寝転ぶことができます。女性だと奥行き50センチあれば十分ですが、肩幅が広い男性の場合は奥行き60センチ以上のソファーがおすすめです。続いてポイント2つ目は肘掛けです。木製の肘掛けだと頭を置いた時に痛くなりますが、ファブリックの肘掛けだと柔らかく枕代わりになってくれます。さらにファブリックの肘掛けの中でも座面高と肘掛けの高さの高低差が小さいソファーがおすすめです。高低差が小さいと寝転がった時に首にかかる負担が少なく、首が痛くなりにくいメリットがあります。またフレームが邪魔にならないので足を伸ばして使用することもできます。大きなソファーを置くスペースがない方や身長が高くて通常のソファーでは窮屈な方は特に足を伸ばしても邪魔にならない低めの肘掛けがおすすめです。そして最後のポイントは座面の硬さです。座面の硬さは過ごし方に合わせて選ぶことをおすすめします。例えば肘をついてテレビを見たり雑誌を読まれる方には硬めの座面がおすすめです。硬めの座面だと肘をついても体が安定するので、テレビも見やすく、また座面が平らになるので雑誌も広げやすいんです。逆にソファーで寝る時間を楽しみたいという方は柔らかめの座面がおすすめです。ふかふかで包み込まれるような柔らかいソファーはベッドと異なる寝心地が堪能できて、ちょっとした特別感を味わうことができます。休日にソファーでお昼寝したい方や仕事の疲れをソファーに寝転がって癒したいという方は特別感が味わえて、さらにリラックスできる柔らかめがおすすめです。寝転ぶのに適したソファーのポイント、いかがでしたでしょうか。それでは今回のおさらいです。寝心地の良いソファーの特徴は、1つ目、座面の奥行きは寝転んでも快適に過ごせるように肩幅よりも広い50センチ以上のものを選ぼう。2つ目、肘掛けはファブリックかつ座面と高低差が少ないものを選ぼう。3つ目、座面の硬さはテレビや雑誌を長時間見る方は硬め、寝る時間を楽しみにしているという方は柔らかめ、ライフスタイルに合わせて硬さを選ぼう。この3つのポイントを押さえると寝心地の良いソファーにきっと出会えるはずです。今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも気になることやわからないことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。ありがとうございました。